岡野定一岡野定一は日本の作曲家。鳥取県郵便郡古市村に、士族岡野常屋の子として生まれ、幼少期にジップをなくし、貧困の中で育つ。鳥取高等小学校へ進学。同校には日本の音楽教育家、作曲家田村虎造も学年違いで在校していた。1892年。 キリスト教徒として鳥取教会で洗礼を受け、翌年、岡山の教会で宣教師からオルガンの演奏法を習った。東京音楽学校の第2代校長である同郷の村岡半一が1892年に鳥取で行った講演に影響され、1895年には岡山の美容学院を中退し、上京して東京音楽学校に入学。 1900年に先週部を卒業した。その後、1906年に東京音楽学校助教授、1923年に教授となり、1932年に退官するまで音楽教育の指導者の育成に尽力した。1918年より文部省編さんの尋常小学唱歌の作曲委員であった。約40年にわたり東京の本郷中央協会の 教会オルガニストであった。1941年、日本大学附属病院で死去、63歳没。高野達之の死によるものは、因果岡野は、日本の本土はもとより、カラフト、台湾、朝鮮、満州まで、160校を超える校歌を作曲した。小学校、旧生中学、旧高等女学校、旧生専門学校の校歌も多く作曲し、 現在も60校に及ぶ学校で歌い継がれている。以下の校歌は出典を定本とし、各取り、ままたが各校へ確認し、出典としてまとめた。変わったところでは、福岡県立文字大召館高等学校校歌は、丘の作曲による旧文字地下であり、金沢市保育園、再美園園歌は、石川県立金沢二水、高等学校級校歌である。ありがとうございます。